こんにちは、アイアイです。こんにちは、ゆっくりです。今回は豊作貧乏についてお話ししていきたいと思います。豊作だと、常識的に考えて、お金持ちになるんじゃないの？お米の値段が 10kg で3000円だとします。ある農家では、1年あたりの収穫量が平均して20トンのところ、豊作だったので、30トンの収穫があったとすると、その農家の収入はどうなるでしょうか？平年だと600万円のところが、900万円になるよね。経費を差し引いても、農家臨済勝利。ところが、現実はそうとも限らないのです。生産量が多くなると、その分、お米の値段も下がってしまいます。まあ、供給量が増えれば、値段が下がるのは世の常だしね。この場合、お米の値段が 10kg あたり2000円を下回ってしまうと、収入が平年を下回ってしまいます。でも、供給が増えたからといって、物の値段ってそんなに急激に下がってしまうものなのかな？それは物の性質によって様々ですが、食料品の場合、豊作で収穫量が 1.5 倍になったからといって、消費者は食べる量を急に 1.5 倍にしたりするでしょうか？消費者がみんな、どこかのシスターとか亡霊みたいに大食いだったら話は別だけど、普通はありえないよね。食料品の中でも、保存の難しい野菜などは、特に生産量が増えすぎると値崩れする傾向が強く、そのため、政府が補助金を出した上で生産調整として廃棄せざるを得ないケースもあります。うわぁ、それってもったいない。感情論で語ると確かにもったいない話ですが、値崩れの結果農家が経営難で農業を続けられなくなってしまっては元も子もありません。悲しいけど、これ現実なのよね。市場の理論では農作物の生産を常に計画された量だけ行うことができれば問題ないのですが、農作物は生き物であり、気象条件や災害によって生産量が大きく下落してしまうリスクを抱えています。生産調整は嫌だけど、食料難で飢えに苦しむのとどっちがマシかと言われるとね。豊作という言葉から農作物のことを連想しがちですが、工業製品などでも豊作貧乏な状況は発生することがあります。要は供給量が増えてもそれに見合うだけの需要が増えない場合、価格下落によって供給サイドがダメージを受けることになってしまいます。工業製品だとさすがに、食料品に比べると、保存はしやすいと思うけど、それでも保管のためのコストがかかるから、供給サイドの負担になることは変わりないよね。生産能力が上昇、というと、一見すると経済にとって、いいことずくめのように思えるけど、そこに需要がないと一転して、みんなが涙目になってしまうわけなのか。さらに、突如輸入が増えたり、過去の在庫を放出する必要に迫られたりすると、市場における供給量は増大することになるので、結果として豊作貧乏と同じ状況を作り出してしまう可能性もあります。何事も、ほどほどが一番だよね。見境なく出荷した挙句はゴン行き、というのはゲームとかじゃよくあることだけど、食料品とかの生活必需品でそうなったら、さすがにやばいよね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。